チョコをチョコをください。いっぱい欲しい。どうもどうも、こじまちでーす。今週もやってまいりました、視聴者推測金紹介コーナーは、今日の紹介するものはバレンタイン関係ないやつ。んで、14日にはバレンタイン関係あるイラストやら制作品を紹介します。まだ送ってないよという人は明日の12日までに送ってきてください。それじゃあ今週もやっていこう。カチマッチの動画。まず一人目はみゆちゃんからです。こちら、カチマッチのロブロックスのゲーム配信の一コマですね。真似して書いてくれました。かわいい。これね、監修さんが赤ちゃんになったバージョンだったっけな。そっから逃げて脱出するっていうゲームですね。さっきは小島ゲームズっていうね、チャンネルを作ってますよね。そちらでロブロックスやってますよーっと。まあ、ゲームは基本そっちにしようかなーって思ってるんだけど、もうロブロックス専門チャンネルにしてもいいかなーって思い始めておりますけど、悩むねー。はい、こちらです。可愛く色までしっかり塗ってくれました。みゆちゃんからでした。ありがとう。お次はこちら、ゆいちゃんからの動画になりますね。はい。触ったら、たい、はぁ。極中で、けんか。1、2、3、4。ごめんなさい、はぁ。ごめんなさい、じゃ、聞こえない。粛清、レリカミ、レク、イエム。というわけで、こちらですね、ウィーママ、しぐれういちゃんのね、子供の時の曲って言えばいいの。それを動画にしてくれました。一回小島ちゃん踊ったことありますね。はい、こちら、上手に動画にしてくれました、ゆいちゃんですね。実はですね、小島ちゃん昔からね、しぐれういちゃん好きでね、ライブ配信企画丸パクリしてる部分がありますね。はい、どのライブか気づいた人はぜひコメントへ。こちら、ゆいちゃんからでした。ありがとう。あつやこちゃん、ちかげちゃんからです。わ、たくさん書いてくれましたね。小島ちとご主人と、これ、チロピノちゃん勝ちかな。マイクやとかロブロックの動画配信している人たちですね。その方とコラボした感じになっております。あと、すみことかもいますね。ほんといっぱい書いてくれてるね。熊工場でビューラーシップとんかつにくるわーと。すげえ。1万円たくさん書いてくれました。右下の子は誰だろうね。ポテト、5歳。よろしくね。ポテトっていうのか。美味しそうな名前ですね。ママ。ママもおった。これは、誰のママだい？くじまっちゃ左下ね。ピノちゃんの真似をしてるのでしょうか。こちら、ちかけちゃんからでした。ありがとうね。あつやこちら、たぬたぬちゃんからです。これも動画。ピンパンパ、ピンパンパ、ピンパンパ、ポン。ピンパンパ、ピンパン。これはですね、あれですね。なんかアニメの曲です。なんか流行ってるみたいですね。こじまっちもね、多分一回踊ってますね。まだ上げてないかな。でもこっちの方がクオリティ高えな。これそのまま上げればよかったかもしれない。はい。すげえ、ちゃんと動画になっている。最近動画作る人増えたね。動画作った場合は、自分の YouTube チャンネルある人はね、そっちに投稿してもいいのでね。投稿したらこじまっちにしれっと教えてください。こちら、たぬちゃんからでした。ありがとうね。こちら、こちら、あかりちゃんからです。こちら、この前ですね、おしゃじゃいけじゃりっていうね、商品食べてね、ここにおしゃぎさんになろうとしたけど、ね、失敗しました。騙されました。あれ、200円ぐらいしたのに。キーカバーめ、歌ってやよー。騙されたー。でもあれ、15歳未満ダメって書いてあったからな。びっくりした。ただのジリーやね。チッ。これね、お茶じゃいきゼリーってね、動画の企画だったんですよね。あ、知ってる？この、お茶じゃっていう人。で、チャンネル登録者200万人いる子ですね。はい。まあ、その動画を参考に書いてくれたのかな。あかりちゃん、ありがとうね。ほじまちおしゃみも生やしてくれてる。センキュー。お次はこちら、みるちゃんからです。はい、これね、こじまち軍団作ってくれておりますけども、これ紙とティッシュで作ったんだって。すげえ、ちゃんと丸くなってる。
紙で丸作るの難しくない？ちゃんとできてるね。顔も描いてくれました。かわいい。これ並べるだけでもいい感じになりそうですね。グッチョ。こちらミルちゃんからでした。ありがとう。あちらこちらノンタッチからですね、また物語になってます。見ていきましょう。なりすましこじまっち。偽物のこじまっち、これは許せん。特定しるというわけで偽物こじまっち現れたみたいです。この人なりすましです。協力感謝します。ピーポーピーポーズピー。あ、捕まった。ごめんなさい。主人番号54番。面会だ。面会。なりすまし面本物許せん。ごめんって反省しよう。道具くれ。何で道具。もしやんピエン。5年後。ふぅ、やっと解放された。5年捕まってたんだ。はぁ、あの時あんなことをしたの謝りに来た。あの時はいいよ。え、条件付きでさ。何、これからは。あーしません。決めて何歳。こっちゃん。え、子供って。今日ってハロウィン。そうだよ。え、じゃあコスプレってこと。というわけでコスプレだったってこと。さきちゃんのコメント、みんな勝手になりすましと思われないように。だって本物なりすましは通報してくださいというわけで、まあ、こじまっちはね、配布してる画像あるからそれなら使っていいよって言ってますのでね。こちらのんたちからでした。ありがとう。あつやこちらはるちゃんからです。これはお金になっております。こじまっち、こじまっちももうお札になる時代か。1円、100円、500円、1000円。そして左は何だろう。100億円かもしれん。いやー、小島ちもうね、多分少々お札になると思うんだよな。最近新しいお札になったらしいので。まあ、もうちょっと先ぐらいかになるなら。と、もう一枚。はい、小島ち。わー。これはね、はるちゃんのお母さんが作ったらしい。フェルトで作ってくれました。バッチリですね。小島ちぬいぐるみ発売したいけどな。もっと有名にならんと厳しいかもしれん。10万人ぐらいいったらじゃん。多分作れる。頑張ろうか。というわけで、こちら、はるちゃんからでした。ありがとう。今日の最後は、ゆうごくんからです。はい、これ、こじまっちとすみこたちかな。こじまっちはどこだ。え、いる。あ、おっちゃおっちゃおっちゃ、これか。おっちゃおっちゃ、発見した。お、びっくりした。おらんかと思った。なんか上におるわ。これ何？誰だろう。タピオカかな。さあ、みんなが好きなすみこキャラはいたでしょうか。ぜひ探してみてください。と、こちらオムライスです。こじまちを作ってくれておりますね。左下はバッチリ。右上は？あ、これあれかな。トロトロのやつじゃん。あれか、切ったらトロって出るようなやつ？それ作るでしたんかな。ちょっと潰れちゃいましたけど、こじまちもこっちの書いてくれました。なるほどね。トロトロ難しいよね。お店でするのすごいよね。あれどうなってんの？卵の果汁から入れてないんじゃない？くじまちのお家ではオムライスするときは卵1個で作るからね。悲惨なことになりがちですけど。はい。こちら、ゆうごくんからでした。ありがとう。はーい。といったところで今回ここまで。見てくれてありがとう。イラストの応募先は概要欄から、LINE、インスタ、X とかで受け付けてますよ。送るときは、紹介してもいい名前と、ちっちゃい子はお家の人から許可もらって送ってきてください。それではまた次回お会いしましょう。ねえねえ。